気がついたら、今僕はここにいた。お子様向けですよ。電車動画でございます。特急でいわきに行くよ。なんとか系だよ。気がついたら、今僕はここにいた。息が止まるごとに、よじつま。ここは、どこでしょうか？電車で、夜の車窓を眺めているようでございます。窓に人が映っていた。光って何を撮っているのかわからない。上野からいわき行きですね。9月2日。時は83号って書いてあります。時は号に乗っていたんですね。初めて思い出しました。特急電車だよ。みんなが寝てる頃の特急の映像だよ。ブルーとグリーンの電車が映ってるね。これは何線かな？日立って書いてあるよ。電気会社の日立と関係あるのかな？特急電車だよ。僕の自転車だよ。セブンイレブンだよ。いわき駅だよ。夜だよ。駅だよ。緑色の電車、東京ではあんまり走んないね。あれは何線なんでしょうかね。特急電車だよ。これはお子様向けだよ。いい大人は見ないでくださいね。バカにしていませんよ。お子様向け電車どうか、特急でいわきに行くよ。なんとか系だよ。気がついたら今僕はここにいた。息が止まるごとに、よじつま。今回のルートを紹介します。福島県のいわきから、ね、南の方に行って、いわき市内の、ね、南の方をぐるっと通って内陸の、ね、山の方に入っていきます。国道、県道を経てですね、古殿町、そして北上していってですね、平田村、そしてですね、小野町まで向かいます。そんな感じの旅になっておりますので、よろしくお願いいたします。朝、ネットカフェからスタートいたします。朝、早いですね。市街地からね、南下していくとね、大きなね、鳥居がありましたね。でもなんか真新しい感じでしたね。朱色が映えますね。鹿島神社って読むのかな？なんかね、大きな道路がね、近いなっていてですね、その上にありましたね。朝の神社でした。そして道をね、また南下していくとですね、橋みたいなところがあってですね、下の方を眺めると一本の貨物のね、線路が港の方に伸びていっておりました。まあ、朝の景色をね、ぼーっと眺めておりました。空はいい天気でしたね。たくさんの建物が建っておりました。これはね、川を渡っているんだと思いますね。JR のね、常磐線ですかね。並行して橋がかかっておりました。東京でもね、見かけるような車両が
走っていましたね。ラグビースクールって書いてありますね。読めますかね、この漢字。駅もあるんですけども。名護蘇って読むんですね。名護蘇の駅の近くの河原のね、ラグビークラブでございましたね。空はいい天気。そして田んぼの緑が生えてる。色の生えた田んぼがね、稲がね、田んぼに生えておりましたね。空はいい天気。山あいの道に入っていくようでございます。多少ね、写真のね、時間の前後関係がね、ずれてる時もありますよ。蛇発見ですね。死んでるのでしょうか、生きてるのでしょうか、ちょっとわかんないですね。毒々しいですね。見るからに毒がありそうな感じですね。気がついたら今僕はこんなところにいた。クワガタですかね。死んでるんでしょうか。自然豊かですね。細い山道を進んでいきます。クマが出てきたら怖いですね。でも冒険心を豊かにしてですね、こういうところを行くのも楽しいんですよ。小さな細い峠のようなところを抜けていきます。そしてフルドノ町か、フルドノ町に入っていきます。峠を越えて入っていきます。木陰の涼しさがなんか爽やかな気持ちにさせるような気がします。そして峠を越えて里に降りていきます。清らかな川の水、そして住宅もね、建っておりますね。古殿町なんてさ、きっかけがないと来ないところですからね。そういうところに初めて行くっていうのもね、冒険心がかきたてられますよね。これはちょっとしたお地蔵さんみたいなやつですかね。こんな田舎町の隅にも神は細部に宿るんですね。畑でしょうかね。なんか赤いトマトか何かがなっていたような気がしますけどもね。気がついたら今僕はここにいた。東京から道を眺めているんでしょうね。大通りの下に線路が伸びております。よーく見たらですね、泉駅でございましたね。いわき市内でこんな感じで移動してきたようでございます。いわき市でございます。前ですね。空は真っ青でございます。川が太陽でギラギラ光っております。
今僕はここにいた。川と線路を越えていったようでございますね。そしてまたしばらく走ったようでございます。国道289号線って書いてありますね。いわき市のね、南のね、山の方に、内陸の方に進んでいるようでございます。田んぼ、山あいに田んぼ、そしてループ橋ですかね。すごい橋が見えておりましたね。これはモグラですね。もう死んでおります。モグラをね、まともに見たことがなかったからね、ちょっと衝撃でしたね。モグラのいる山里でございます。細い道を行くね。太陽が当たっているところと木陰がね、コントラストがすごいですね。峠越えでしょうかね。遠野町って読むのかな。古都野町に県道で入っていったようでございますね。古都野町っていうね、田舎のね、町でございます。木のね、鳥居が見えております。山あいの道、清らかな小川を眺めながら下っていきます。峠を越えてきたんですね。眩しい日差し、色濃い木陰、さっそうと下り坂を下っていました。ちょっとした町にやってきましたね。川が流れております。なんか気持ちいいね。お店で、ちょっと買って一休憩ですね。緑が青い古都の古都の役場でございます。古都の町役場ですね。ビデオとね、写真とではね、ちょっとね、時間の関係性が前後することがありますので、ご了承ください。古都野町っていうところにね、初めて来たんですね。周りを見渡して、一休みしておりましたね。気がついたら、古都野町にいるんですね。いわきと郡山の間ぐらいでしょうか。山に囲まれております。お地蔵さんですかね。草木生い茂っております。ちょっとした峠っぽいようなところを越えていきます。ここにも田んぼがあります。虫の声が聞こえます。ロンタ、地図で調べるとね、だいたいこういうところですね。水郡線と磐越東線の間ぐらいのところですね。川が流れております。幹線道路でしょうかね。静かですね。小野町という文字が見えました。小野町に入っていくようでございます。磐越東線のね、駅があります。
がついたら今僕はここにいた。夕日が田んぼに当たって綺麗ですね。お寺でしょうかね。趣があります。夕暮れ時ですね。ここは役場ですね。おそらく街明かりも明るくなってきましたね。小野新町、新町でしょうかね。なんて読むでしょうか。駅にたどり着きましたね。ちょっと時間があったので周りをね、これはもういわき駅です、ね、この列車は特急日立30号品川行きです。途中湯本。気がついたら今僕は特急電車に乗って東京に帰るところでした。気がついたら今僕はここにいた。東京駅を通り過ぎていく。この列車は特急。ここからはですね、ビデオに、ね、収められなかった写真の部分をね、ちょっと時間を遡ってから紹介していこうと思っております。これは平田村というところに入っていくところでございます。まあ平田町って聞いてね、どこにあるか分かる人はいますかね。福島県のね、石川郡っていうところにあるんですね。平田村というところにね、初めてやってきましたよ。少し夕暮れになってきておりますね。田んぼが夕日に照らされて綺麗に染まっておりますね。美しいね。本当は緑なんだけども夕日で黄色くなっておりますね。時期に黄金色になるんでしょうかね。美しいね、田んぼは。順調に育っているとなんか嬉しくなりますね。空は真っ青。ちょっとね、時間のね、関係性がね、前後してるかもしれませんけどね。そしてまた夕暮れになってきて、これはちょっと小川かな、小野町か、小野町の方まで来てると思いますね。ちょっと建物がたくさんあるので町の中ですね。これはね、役場だったと思うな。役場の近くだったと思いますね。気がついたら今僕はここにいたです。そして駅の近くに向かっていきます。小野ね、新町だったっけかな、新町だったっけかな。この駅から、趣あるこの駅からですね、列車に乗って帰って行きました。いわき行きのディーゼルカーですね。趣がありますよね。旅情をかきたてますね。まあちょっとピンボケですけどもね、いいね、旅っていう感じがしますよね。
雪の季節にも乗りに行きたいね。雪深い時の小野荷町って読むんですね。小野荷町駅でございます。僕の自転車とバックパックと食べ物、いわき駅ですね。いわき駅から特急電車に乗って帰ります。いわきの街並みもちょっと都会ですよね。日立、特急日立号でございます。品川まで行っちゃうんですよね。東京駅を越えていわき。昔はね、平っていう駅だったんですよ、ここ。僕はね、平っていう駅の方がね、良かったかなと思うんだけどね。まあ、いわきという名前をね、もっと全国に知ってもらいたいんでしょう。